こんにちは、マスローです。昔のポケカを集める旅、その6。今回は DPT シリーズですね。この段は第9世代のポケモンカードになります。発売期間は2008年10月10日から2009年7月8日で、パックは全部で4種類しかありません。ダイヤモンドパールの次の段でプラチナが加わり、 DPT の略称で呼ばれています。この段の特徴は SP ポケモンレベルダウンアルセウスルールが採用されたのが特徴です。 SP ポケモンとかはちょっと僕知らないんですけども、ウィキ情報によると、このピッシュとかもそうだと思うんですけども、イラストの左下にこの SP の文字があって、イラストの枠のこの右下にポケモンの持ち主のイラストがあるみたいですね。で、この図鑑番号とか体重が書いてあるところに何々のポケモンって、これだとムービーのポケモンってなってるんですけど、こういう記載がされているカードが SP ポケモンらしいですね。で、これはメルカリのまとめ売りやストレージからこうちょこちょこ集めて溜まっていったカードになりますね。これはバーッと紹介して、好きなイラスト5000選んで集計しておしまいにしたいと思います。ラムパルド、福田正和先生ですね。かっこいいですね。やっぱダイヤモンドパール時代のキラはこの枠に収まってるので、旧ラン第1弾とかと基本構成が一緒なので、なんとなく落ち着きますよね。レトラ、これ杉森健先生ですね。ブーバー、あ、これ木村直先生ですね。優しい系のイラストが特徴なんですけども、このブーバー、これ銃口をこれこっちに向けてるんですけども、海外のブーバーンって銃口がこっちに向けられてるイラストを多分修正されちゃうんですよね、確か。あ、ラムパルド、これもこれ SP ポケモンですね。ジムリーダーのポケモンって書いてあるね。あ、これ諏訪間千秋先生ですね。日本画風の絵を特徴とされる先生ですね。目が可愛いです。さっきのラムパルドと比較するとちょっと目が可愛いですね。ムーマージ、これ木村直央先生ですね。なんかお城をバックにしているムーマージで、ムーマージ自体はこう色鉛筆調のすごい優しいイラストで、すごい綺麗なイラストですね。ガメル、あ、これ姫の影丸先生ですね。これちょっと CG チックな感じで、あ、これよく見るとこう日食が起きようとしてますね、これ。カブトプス、あ、これ草島はじめ先生ですね。草島はじめ先生はこの迫力ある系のイラストが多いんですよね。あ、コダック、あ、これ小宮智和先生ですね。コダックの黄色とこのイチョウの黄色がすごくこう喧嘩してなくて綺麗ですね。あ、かっこいい。ギャラドス、金綱健人先生ですね。これ CGK ですね。カバルド、これ今国智明先生ですね。おー、今国智明先生ですね。筆で書かれてますね。カバルドの砂がこうビャーっと出てね。ハピナス、これ西田敦子先生ですね。このふわっと系の優しいイラストが特徴なんですけども、かわいいハピナスですね。ボスゴドラ、これ木村直先生ですね。これ色鉛筆調のね、こう優しいタッチが特徴なんですよ。まあでもかっこいいイラストも、かっこいい系のイラストも書かれるんですよ。パッチール、これ田中美希先生ですね。元祖シンプルイラストのポケモンコンテスト会場、今井誠先生ですね。若いロス、これ斉藤幸喜先生ですね。斉藤幸喜先生は公式にすごい忠実なイラストで安定感ありますよね。これ原田みどり先生ですね。原田先生もこう色鉛筆調の優しいイラストが特徴なんですよね。絵本のような背景のイラストが特徴なんですけど、このパチリスはシンプルですね。ベロベルト、あ、これ川尾先生ですね。川尾先生、劇画調のかっこいい系のイラストが特徴なんですけど、このベルベルトは可愛いですね。これ西田敦子先生ですね。角張ったダンバラも、ちょっと西田先生のタッチってこう優しい感じになってますよね。ロガース、これ馬場由紀子先生ですね。すごいデザイン調の色鉛筆調で可愛らしいイラストが多いんですよね。レジェンドシリーズのサンドパンとかがちょっと俺好きですけど、木村直央先生ですね。これポッチャマ可愛いですね。これ何をしてるのかな、川からこう飛び出てるのかな。あ、これ福田正和先生ですね。このゴンベいいですね。あの桜の木の下でこう花見をしてるのかな。やっぱこの桜のイラストとゴンベいいですね、これ。これかっこいいな。これ福田正和先生ですね。これ諏訪間千秋先生ですね。シンプルでかっこいい緑章ですね。あ、これ足立幸子先生ですね。足立幸子先生も立体造形家の先生で、これは粘土で、この周りが紙みたいなんですよね。すごい。これどういう遠近感なんですかね、これ。これ田中美希先生ですね。これイチョウかな、イチョウなのかな。なんか季節感あふれるイラスト多いですね。あ、木村直央先生、
あ、これも色鉛筆調の優しいイラストで、すごい綺麗なキルリアですね。このキルリアが踊ってるんですけども、この落ち葉がこうなんか螺旋状にこう巡ってるんですけど、こうおしゃれですね。これ姫の影丸先生ですね。あ、これもイチョウがすごい綺麗なイラストですね。あ、ドグロック、これ斉藤亮太先生、すごい怪しげなドグロックですね。 CG 調のイラストで、これ奥何なんだろうな。これ田中美希先生ですね。ニドラメス、かっこいいな、このフーディ。あ、これ有田光弘先生ですね。あー、かっこいいですね。ヌオ、これ原田みどり先生ですね。かわいいですね、ヌオ。これどこを這いつくばってるのかな。ラッキー、これ斉藤幸喜先生ですね。これもなんかちょっと秋空な感じでかわいいですね。で、歌ってますね、なんか音符がこう出てて。ザングース、これ草島はじめ先生ですね。なんかこう筆チックな感じで、すごいおしゃれなイラストですね。おお、この小宮智和先生ですね。からなくし、このにまってしてるこの笑顔がかわいいですね。これ西田敦子先生ですね。やっぱヒトデマンも角張ってるんですけど、西田先生のタッチのおかげでこうふわっと柔らかいイラストになってますね。これ杉森健先生ですね。これ背景は CG なのかな。これ原田みどり先生ですね。この時代の原田先生はポケモンの線が結構太くて、背景の書き込みは若干控えめですね。あ、この木村直人先生のチルタリス、これもまた紅葉が綺麗ですね。で、色鉛筆調の優しいタッチ、ママの気遣い、これ杉森健先生ですね。これ光かな、これ淵野博樹先生、鬼ゴールメリープ、あー、森ゆか先生ですね。はい、これも立体造形家の先生なんですけど、可愛いですね、メリープ。これは、あ、これ木月澄吉先生ですね。木月先生、デザイン帳からリアル帳までかなり幅広くいろいろ書かれるんですよね。ここに一枚この紅葉の葉っぱが落ちていて、物珍しそうに見てますね。周りがこう砂漠なので、あんまりこういう葉っぱとか知らないんでしょうね。姫野角丸先生、今回の姫野先生の絵柄は CG 調ですね。なんか踊ってるのかな。あ、これいいですね、この辺クラスいいですね。馬場由紀子先生、なんか怪しげな森の中にいる、真横を向いてる闇カラス、これいいですね。あ、これも馬場由紀子先生ですね。これも紅葉が綺麗ですね。で、毒ゲールの怪しい色がこう光ってて、これ田中美希先生ですね。玉だらし、小宮智和先生、こうな、めちゃくちゃ怒ってるのは玉だらし。基本的に玉だらしって可愛いイラストが多いんですけど、これはまた挑戦的なイラストですね。こんな牙むき出しな玉ざらし、なかなかね、いないんじゃないですかね。おー、キノココ、森井優香先生、素晴らしいですね、この粘土。また、テムスト、これも森井優香先生ですね。ヨドクラ、あ、これ鶴田さや先生ですね。線が太めですごい可愛らしいイラストが多いんですよね。あの、根岸重則先生みたいな、そんな感じの画風なんですけども。サマヨロ、これ斎藤幸喜先生ですね。これ杉森健先生ですね。これ姫野影丸先生ですね。これ草島はじめ先生、すごい怪しいオムスターですね。この背景の月がまたいい味を出してますね。ああ、緑の川陽先生いいですね。やっぱりこう劇画チックな、やっぱかっこいいポケモンは劇画チックなかっこいいイラスト似合いますよね。川陽先生の二度キングがすごい好きなんですよね。これもかっこいいな。石川雄介先生、ディアルガ電流、これ可愛いですね。西田敦子先生、やっぱこの時代のこのキラいいですよね。でも最近のカードはこの周りもちょっとキラキラしてるじゃないですか。なんかありがたみがないですよね。原田美子先生、これすごいひっくり返ってるね、ホエールを。これむちゃくちゃでかいんですよね。福田正和先生、かっこいいですね。ちょっとこう姿勢を低くして飛びかかろうとしてるウィンディですかね。で、この炎をついてると弱点なくなるんです。すごいな、これ。金塚健人先生。CG 系のイラストですね。これ、淵野博樹先生。これ、ムクホークがまた、かっこいいですね。この地面に降り立ってますけど。もう馬車も。あ、これ、草島はじめ先生ですね。あー、かっこいいですね、この馬車も。あ、こっちもいいな。藤原元文先生。あ、これもいいな。馬車も。この、鬼気迫る感じ。おー、これ、姫野影丸先生ですね。めちゃくちゃいいですね、このカメックス。はい、好きなイラスト 5選を選ばせていただきました。ちょっと水タイプが多いですね。まず一つ目が、福田正和先生のゴンベですね。この桜めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。このゴンベは
多分60センチぐらいだからそんなに太くない桜の木なのかな。いやでもめちゃくちゃ綺麗ですよねこの桜。福田正和先生のゴンベです。で次がカメックスですね。これ姫野影丸先生ですね。これは多分パソコンで描かれてると思うんですけど、この虹と水のエフェクトがめちゃくちゃ綺麗ですよね。これにキラのエフェクトが加わってもキラキラしててめちゃくちゃ綺麗なイラストですね。多分こういうのも計算されて、キラになるとキラのエフェクトとかを考えて描かれるられるみたいなんですよね。すごい綺麗ですよね。次が馬場由紀子先生の闇カラスですね。横顔でこの背景の怪しいこの雰囲気のこの森がすごくいいですね。闇カラスです。次がドドクラ、これ鶴田沙耶先生ですね。この線が太くてあとデザインチックなすごい可愛いイラストなんですけど、これいいですよね。最後が小宮智一先生の玉ざらしですね。玉ざらし基本的に可愛い系で描かれると思うんですけども、あえてこう牙をむき出しにして怒ってる玉ざらしを描かれるっていうこのチョイスがまた素晴らしいですよね。うん、はい、以上になります。やっぱこの枠に収まってるキラーはそれはそれでいいですよね。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら励みになります。では。